ニューストナイトのアンカーマンが独自の視点でニュースを見つめます。今夜のアンカーマンは産経新聞編集員の荻原泰さんです。さあ、今夜は何が見えたでしょうか。はい、えっ、ー、と、トランプさんの続きですが、はい、首都クエスチョンエルサレムから何が見えると。もうこれはね、驚きの連続なんでも。驚くことは何もないんですが、はい、しかしこれには驚きました。うん、実は。 大統領ねあのなる前からこれ公然と言い放ってますけど首都エルサレムという表現をししてましたね大使館をエルサレムに移転するとこれははっきりこの発言はひっくり返りましたけれどもまあこれをちょっと話してみようと思うんですがまあこれ公約通りだといえばそれまでなんですがこの方の外交音痴なのか戦略なのか確信犯なのかこの辺りがちょっと非常にね僕は。 あのわ分からないんで超爆弾発言なんですよ、はい、実ははこれは、ね、聖地エルサレムというのはあくまでも聖地エルサレムであって、うん、これはいわゆるこのイスラエルが1948年の第一次中東戦争で西エルサレムを獲得し67年の第三次中東戦争で東エルサレムを併合するんだけど東エルサレムの方について見てもこれはせあのいわゆる世界的に認められていない首都なんだけれどもイスラエルはここを首都ととすると、うん、まずそこは1点。 パレスチナは東エルサレム将来の人として考えてるんだけど、この争点がまずある。つまり中ブラリーになってるわけですよ。これについてはアメリカも双方のいわゆるこの話し合いと和平交渉の中で決めていくべき事柄であるということをずっと受け継いできた。だからあえてそこには介入しないんですよ。だからそうやってまあ中ブラリーにしながらいわゆるこのあのパレスチナと特にこれはねあのファタハとかいわゆるこの PLO の更新の方のアッパスさんの方ですけどもね、うん、そちらを窓口にしながらネタニヤフさん今ネタニヤフですけどもまあこう交渉を続けていくことが望ましいんだけれども、うん、今回こんなことを言っちゃったもんだからネタニヤフさんも舞い上がってしまって、ええええ、よくぞ言ってくれたって話ですよすよよごい盛り上がり,盛り上がくくぞ言ってくれたっててれたことはこれはパレスチナをね完全にこう置き去りにしてる、はい、特に全アラブを敵に回すようなことをこんな時に言う必要があるのかと。 いう話ですこれははっきり言うとのことのことの重大性にこの方はどのぐらいこう気ぃ付いてるんだろうかということでね、はい、改めてちょっと僕はあのこの話をあの、まあ、訴状にあげたかったんですけれども<っ>このつまりあのどういうのかなパレスチナ問題そのもののもいうのは非常に複雑ですよねまずこれ4つの中東戦争を経ているということもあるんですがそれぞれは当然性格は違うんだけど全体として当然あのアラブ というアラブ・パレスチナという言い方をすればもちろんもうちょっと競技に分かりやすいんだけどまあそれに対イスラエルなんだけどその間にはエジプトが入ってきたりエジプトが親イスラエルになっている時期もありましたね非常にだからそういう意味ではくっついたり離れたりしながらさじ加減もそうだし間合いを測ってるんですよ。そこにアメリカは 非常にあの微妙に介入してくるわけです。うん、当然アメリカが介入してくるのはこれもっとこの、えー、とこの話を考えるときにいつも僕言うのはアラビアのローレンス。はい。やっぱりね,ねあのこの話をするときにやっぱりねこれイギリス、はい、大英帝国統治下のアラブの世界っていうのをまずに遡らないと何もわからないんですね。うん、このときに例えばよく言われるとサイクスピコ協定であるとか。 不正にマグマ本協定。それとバルフォア宣言という3つよく言われるんだけど、この3つがそれぞれね。例えば、あのユダヤ人に国を作ってあげると言いました。アラブの人に国を作ってあげると言いました。フランス人と勝手に線を引きました。これは矛盾してるじゃないか。っていうのが世界史の教科書なんだけど、実は矛盾してないって言うんです。最近は最近の研究者はそう言いますね。これはつまり。これはそれぞれうまくこう噛み合うんだと実はだからイギリスが言ってること。あながち。 これは嘘をついいてるわけじゃないと三枚舌でもないと言うんだけれど基本的に後のいわゆる戦後に過痕を残してることは間違いないんですよね。はい、であのアラビアのロレンスはつまりそのたあのサイクス・ピコのそのいわゆるこの線引きなんかを聞いて激怒するわけですよ。完全に彼はアラブ人になりきってましたからアラビアの心になってたイギリス人が自分の母国に裏切られるんですね。ここののの引き裂かれた部分がこの今の 延々と引きさ続いている問題の一つの一つ見方ではあるんですねで当然4つの戦争っていうのはそれぞれ性格が違うと申し上げましたけれどもだからそのこのエルサレムというのは3つのいわゆるこのね「経典の民」というイスラムが呼んだキリスト教であれイスラム教であれ全部の聖地であり聖地ではあるんだけど首都とは呼んでないですだからあくまでも大使館っていうのはテルアビブに置いてるんだと。どここも置いてませんそこをだから あのエルサレムに置くということはアメリカが認めたことになります。イスラエルについての、ね、ここのところの難しさっていうのはね。はい、これ、例えばあのこれ、急進派のガザ地区のハマスなんか黙っちゃいないですよ。だから、これから何がこう出てくるかっていうのを予想はできないんだけど、妙なパンドラの箱をこの人開けてしまってるという気がしてね。はい、こんなことをして何の得があるのか？ というのは非常に微妙なんだけど、うん、例えば娘向こうが、はい、もうそうだし、まあ、あのイマンカさんもユダヤ教に。ね、です,ねですよね。改心してい、ね、る。だからユダヤなんですけれども。うん、そっちのシオニズムの方の、いわゆるこのコネクションとか、そういうふうなことも当然。まあ、頭に浮かびますよね。おそらくビジネスもあるんじゃないかな。ビジネスも、うんうん。やっぱり常に匂うんです。このビジネスプラス。うん まずユダヤシも,そのものもも非常ににビジネスに長けた、ね、もちろんイスラエルと仲良くすることはすごく大事なことだし日本にとってもそれとこれとは別ですだから、うん、だから日本あ,あくまでも世界がうまくこのパレスチナとの友好に持っていくようにこうだけどねドンパチやってます今でもだけどその中において妙な波風を立ててきたわけですよトランプは。これはやはり非常に罪深いと僕は 思うんですだこういう形で介入してくるのであればこれはやはりね世界の混乱要因にしかならないということと、うん、IS がこれをどう見てるかなんです,です、ね、つまり IS に対して一枚岩であるべきはずの中東ではないんだけど例えばそれでちょっとある程度抑えてた部分があります。とこで IS はつまり仲間割れしてくるようなイメージはあるわけだけど、うん、敵方がねもともと仲悪いんだけどね、うん、だけどそこにたきつけてくるような構造に出た時に。うん アメリカ何やっとんねんって話になりますよね、はい、だこういうあのどういうのかな格乱要因をトランプがどんどん繰り出してくるとすればしかも今回のは超度級なんですよ、うん、というのは佐藤雅さんが外交評論家のこう言ってます、はい、第5次中東戦争と書いてます<う>第5次、はい、今まで4次までしかないですよてこれは非常に懸念されることやと思いませんかぜひこの,、ね、あの成り行きを注意深く見守りたいと思います、はいうん アンカーマンの目でした。